はいみさん、こんにちは。中の人ゲーミング。中の人 A です。今回はね、えー、日本の頑張り屋は絶対に買った方がいいすごい本が発売された件ということで、えーまあ、今回はですね、まあ、書籍の紹介ですね。えーまあ、いつもはね、ゲームの背景映像がね、えー、こうバックで流れてますが、ちょっと書籍の紹介なので、しょうがないから実写だという、まあ、そんな感じなんですが、こちらのですね、あの戦術射撃と軍用銃器という本がね、2023年の10月下旬ぐらいからね、えーまあ、つい、えー、2週間ぐらい前ですかね、 まあそれぐらい前からね、発売されまして、えー、まあ、ちょっと自分の周りでもね、話題になって、えー、どれどれと思って買ってみたらですね、なかなかすごい本だったよという、まあそんな話です。はい。で、この本ね、あの、精密射撃と軍用銃器というふうにタイトルは、あの、書いてありますが、えー、中身はですね、全然関係ないというかですね、全然嘘ですね。はい。あの、精密射撃という話ですが、あの、精密射撃の話は本当にね、これ大体いい120ページぐらいある本なんですかね。127ページはある本なんですけど、 あの、多分10ページ以下ですね。ほとんど書いてないっていう。そんな精密射撃って言ったらね、例えば、弾道はこういう風に飛ぶよとかね。えー、まあ、0ンはこうして、で、こういう風に銃は撃つもんだと。まあ、どういう風にしたらライフル射撃当たるのかみたいな話が書いてあると思いきや、えー、そんなのは全く書いてないみたいなね。まあ、そんな感じです。で、大体こうね、写真がすごくね、あの、いい本で、そんなに文字って、 の,あの量は多くないですね写真が多いっていう、まあそんな感じの本になってます。で、軍用重機っていうふうに書いてありますが、これもですね、あのまあまあまあ、まあまあな、な、まあ、うんって感じの話で,で、これですね、ペラペラめくるとね、ルクロがあったりとかね、L96 があったりとか、PSG1 があったりとかですね、まあ、まあ、まあまあって、WA2000 があったりとか、まあまあまあって話なんですが、えー、これがですね、すごいって話につながってきまして、これ多分ね、全部あの日本で撮影された、えー、写真だと思われます。はい。 ほぼ全く、全くっていうかね、99.99% 99間違いないですね、これはね。で、えー、そう考えるとすごくないですかで、ちなみにこの本、ちょっと今これね、たまたまね、あの M24 ね、まで来たんで、ちょっと説明しておくんですけど、これ、あの派手に間違う場所が何箇所もあるんですよね。M21 って書いてありますが、あのスナイパーライフルで M21 って言ったら、M14 のね、あのスナイパーライフル仕様になるので、M21 っていうのは、まあ派手な嘘っていうふうな話になりますし、あとね、めちゃめちゃ派手に間違ってるねっていうふうになるのは、 三段銃の部分のね、これベネリー M4 って書いてありますが、あの、これどう見ても M3 ですよねっていうね、なんか日本でよく流通してそうなタイプの M3 ですよねっていうね、これね。しかもこれあの、ね、あの、アルゴシステムの話してるんですよ。まあ、要はベネリー M4 のガスシステムの話ですね。アルゴシステムの話するとき、M3 の写真使ってたら違和感あるって気づ,気づくよなっていうね。M3 と M4 をうっかり間違えるってのはまあわかるんですよ。でもこれね、 説明がさ、そのねガス、ガスピストンが2本あって、これ完璧に M4 の話なんですよね、それね。なので、なんか、えっていうね。で、なんか、それで、こっち側に書いてあるのは、なんか、イタリアのベネリシャが開発したオートマチックとコンパクションの2つの作動ができるのが特徴。それ M3 の特徴じゃんっていうね。むちゃくちゃっていうね。<laughs> 混ざってるっていうね。まあ、そんな感じの話があったりとかしますし。あとね、なんか、派手に間違ってるねってなるのはですねえ、ペラペラめくるとね、いろいろあるんですけど。 まあちゃんとね、見たい人はもちろん買ってくださいという話なんですが、まあ、ちなみに案件でも何でもないんですよね、これね。別に。案件でも何でもないので、えー、まあまあまあって話なんですが、これね、はい。ここね、マクミランのね、サージャンのライフルだよというふうに書いてありますが、これ銃口にサプレッサーがついてるって書いてあるんですよね、これね。さすがにこれはどう見てもサプレッサーではないだろうというね。まあ、そんな感じで、あの、なかなかね、なんかいろいろ、 え合ってるみたいなねことはあるんですがまあだがしかしそういうのを加味してもですねあのめちゃめちゃ面白いんですよねで特にこの撮影が、えー、ほぼ全てまあ99.9%間違いなく日本国内で行われただろうというその観点から見るとめちゃくちゃ面白いんですよねまあ確かに例えばこの AR ねこういう AR とか、まあ、まあコールとマッチターゲットっていう名前でねあ,のあったりとかしますし、まあ、こういう AR とかねまあいろいろねあ,のありますよね でね、まあこういうのはまあまあまあって感じなんですがあとこの PSG1 とかはねまあ僕も持ってる人はお会いしたことはないですしあと WA2000 とかもそうですねこんなのねあの世界的にも珍しいですからねまあこんな感じであのどっかでね日本の多分1さ3ですよねまあ普通にね。 まあ,どっかにあるんんだろううという、まあ、そんな感じです、まあ、AR とかはね流通量多いのでまあどこの重宝店さんもねあの1兆ぐらい持ってたりとかすると思うんですがまあでもあんまりそういう銃ってねお客さんに見せる機会ないのでまあそういうふうに考えるとねまあ貴重っていうまあそんな感じですね例えばあと M14 とかもねこんな感じで、まあ、セレクターがねこう雑に取られてるんですよね M1A のなんかモダンなやつとかっていうか最近のやつはねここにちゃんとセレクターが入らないというかそこ,こ,のここの切り欠き自体ないじゃないですか。 だからなんかそういうところとか、あこうやって違うんだなとか、まあ、そういう観点から見て、こうやって、あサムホールなんだなとかね、まあそれは当たり前だろうって感じしますが、まあサムホールのもあるわなっていうね、まあそういう観点から見て、ああ、なるほどねっていう、あこれどっかにあるんだなっていうのが面白いねっていう、まあそんな感じですね。あとは、まあ例えば領収っぽいねってなるのが、AK の重心長こんな長いよっていうね、RPK かと思うぐらい AK の重心長長いっていうね、まあ AK、 と言いつつ、まあ、AK タはね、刻印がちょっとだけ写真で見えるんですけど、あの、まあ、そんなになんか、なんつうの、AK タは書いてないし、こんな、なんか、なんつうんだろう、こんなんじゃないんだよな、オリジナル AK はってやっぱなるので、ま、あ何かしらのハンティングカービンか、何かしらの何なんなのかでしょうねっていう、ま、あそんな感じですね。AK の黒もいっぱいあるので、まあ、そこを特定するのはちょっとね、こっちからは難しいですけど、みたいなね、まあ、そんな感じだったりとか、あと、 珍しいので言うと G3 かなえー、どれだどのページだ ?G3。G3 もね、守ってる人はいるんですが、あの、G3 さ、これね、こちらの G3 なんですけど、これさ、これ、猟銃なんでしょうけど、これ SEF セレクターなんですよね、これね、外側がね。SEF セレクターっていうのは、要はね、あの、これ、フロートで打てることになってるんだよね、セレクター上ね。 まだがしかしか日本でフロートで打てる領順っていうのはまあ基本的に流通していないのでさあこれは SEF セレクター F にしたらちゃんと本当にフロートになるんでしょうかというねどうなんでしょうねっていうね情報手の人も普通答えないと思いますけどまあみたいなね、まあ、そんな感じですであとこの辺、ね、G3 面白くてあのグリップとストックが無理やり一体化してるんですよね普通 G3 って、まあ、このスタイルじゃないですかこのねあの、まあ、緑でも,何でも何色でもいいけどさ この独立型ピストルグリップとストックになってるのに、で、サムホールにするっていうね、なんかこうすれば一体ですみたいななんか言い逃れありますが、そうじゃなくて、ここのね、このページの G3 は、ストックの下とグリップの上をつなげてるんですよね、無理やり。で、これで一体にしてるんですよね。さあ、これはなんか、なんなんでしょうというね。うん、こうすればまあいいという話だったんでしょうかというね。 SEF セレクターだったので、これは、だったというか、なので、まあ、なんかね、これをも買った人というかね、まあ、仕入れた人っていうのは、多分売る気があったのかというのは、ちょっと怪しい気がしますが、まあ、でもね、まあまあまあ、まあまあ、そんなもんというかね、そういうこともあるし、まあ、もちろんこの本ね、どこで取ったかとかね、書いてないので、一応ね、はい、まあ、なんか、どころこ剣らしいぞみたいな情報はあるんですが、まあ、みたいな感じですよね。 はい、いろんな銃あるよという感じですね。はい。ということで、えー、まあ何はともあれですね、この本ね、あの、精密射撃と軍用銃器というタイトルですが、えー、日本に眠っている猟銃っていうね、猟銃だけど猟銃ではないみたいなね、そういう所獣許可が絶対出ない銃みたいなね、重りみたいな、まあ、そういうところの観点から見るとめちゃくちゃ面白いので、まあ、ちょっと読み物としてはね、あんまりなんかめちゃめちゃ長い時間かけて読むっていう本ではないので、 まあ、あの物足りなく感じる方もいるかもしれませんが、まあ資料としてね、すごく興味深いところはたくさんあるので、まあ AR でセレクターないとかね、あの、まあそういうのがあったりとかするので、ぜひ皆さんもね、気になる方は、えー、特にね、あの日本の猟銃業界がねあの、気になる方はね、あの、一冊買ってみてはいかがでしょうかという、まあそんな感じです。こうすると微妙にね、パソコン映るんだね、これね。なんかね。 なんとなくメモとかが見えたりとかね、するかもしれないですけど。はい。ということで、えー、まあ、何はともあれですね、えー、今回は書籍の紹介でした、えー。この動画ね、ふーんっていうふうに思っていただけたら、えー、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。